コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ皆さん、ポピープレイタイムチャプター3続きやっていきましょう。レッツゴー。ディライトここに眠るってモーニングクローに刺さってたらめちゃめちゃ面白いよねまあいいや、ホッピースコッチさん、ホッピーホップスコッチよ、一緒に月までジャンプしない？マジでお願いする。脚力超必要そうだね。あ、やばい、もう行かないと。月まで。全然ダメ。そんなバレてる。もう一回行く？二、三、ダメ。厳しい。ねえ、何？行けるまで私諦めないわよ。マジでこの子女の子だったんだ。ちょっと足元を見ちゃダメ。ダメなの？関係ないよ。そうなの？もう一度。足は関係ない。なんか不穏になってきたな。ジャンプ。あ、待って。え、あるあった。取れた。来た、ついに。最後のグラパック。かっけー。おら。なるほどね。弾を取るんじゃないですね、やっぱり。回復するんだわ。すごい技術だな。どこで生産されてんだよ、それ。やばい。でも、ついにこれさ、クレーミーの場所が来たってことだよね。こーわ。これ降りるのかな？電源ないぞ、まるで。どこにも。なんか結構ずっと光ってるね。あ、電源ある。どうなってる下。え、なに？水？なに？これ水が広がってんの？どうやって行くの？普通に降りれるの？あ、え？何？普通に降りれちゃうんだけど、ここ。どういうこと？こっちにある、なんか引っ張るのかな？え、水なんだわ、普通に。どういうこと？あ、普通にグラパックだわ。普通にグラパックですわ、これ。はい。わかんなくなるね。道具があればあるほど、なんかわかんなくなっちゃうね。うわー、出た、ほら。なんか地下みたいな空間。これ何なんだろうね。またビデオか。どっかにあんのかな？全然見えなかったけど。あった？もしかして。ビデオがありそうな感じはないけど。もしかしてあんのかな？ないか。むずい。ビデオは収集要素ですね、今回の。ま、あ、あるわ。ありました。はい！何これ、何これ。あ、キャットラップの手か。人形の手足かと思った。ポンコツエレベーターめ。うわ、なんだ。あ、またリッチとエブリー。いや、なんでもない。マジで。さっさと荷物を下ろして帰ろう。まさかの全部出演してますね。ワンツースリーと。どうやらここが好きじゃないみたいだな。あれだね、来るときに使ったあれだね。ロープウェイだな。ここの子供たちには人工の空じゃなくて本物の太陽を見せたくないが。なるほど、いいやつなんですね。結構話せない。それってすまん、スチュワート。スチュワート。今日は意外なことを言うんだな。まあな、いつもイラついているのをやめようと思ってね。ほう。女房が言うには短気なのを直した方がいい。なんでこいつらずっとビデオあるんだろうね。お前はちょっと変わってるだけ。エイブリー・スチュワートっていうのか。正直だ。だが俺はお前のそういうところ。ほー、こいつら仲いいよね。変わったやつだな。でもこの人たち確かね、左遷されちゃったんだよね、おもちゃ倉庫に。あ、年寄りだね、結構。退職だって。後任を選ぶように。上から言われててな。ほう、こいつは何の仕事してたんだろうね。俺はそのお前に。あ、年上なんだ。上司なんだね。エブリーはマジ？マジだ。正式ではないな。その冷たい面の下には真っ当な男が隠れてる。ほう。正直な働き者がな。そうだろう。俺はお前が適任だと思って。なんかどこに執着するんですかね、この話っていうのは。なんて言ったらいいか。俺は全員に嫌われてるわけじゃなくてよかった。うん。全員じゃないさ。全員じゃない。結構長めですね、今回のビデオ。エイブリーとリッチ。あ、終わった。エイブリーとリッチ一体どこに執着点があるんだろう、気になります。何なんだこの地下施設。相当深くまでさ掘り進んでるよね、この場所っていうのはさ。すごいよな。で、ここ、あ、切り替えて進みましょう。ウォークエリア。こんなとこで働くのは一体どういう意味があるんだ。あっちに降りるのかな。そういうっぽいね。はい。うわ
よいしょ。ね、従業員もこうやって来なきゃいけないの。どういうことなの？ここ開く？あ、開かないか。暗闇エリアは怖いですよ、正直言って。電源取ってどこにやる？あ、ここか。どうだ？暗い。こっち、いやー、行けないか？あ、行けるね。ああ、終わっちゃう。何？この先何がある？それだけちょっと確認しないことにはちょっと。あ、え？なんで？なんで今やられた？なんか最後の戦いこれ全部駆使しないと戦えなそうだよね。いろいろこう切り替えて戦うみたいな。絶対ありそうだよな。マスクしたりとか、電源の手使ったりとか。とりあえずこっちでいいのかな？あ、いいっぽいわ。あ、違うわ。違うんかい。やっぱさ、あれだよね。もうデスメッセージ出なくなったじゃん。あの子、名前忘れちゃった。ジャスティンじゃなくて、なんだっけ、あの先生の名前。え、なんだっけ、ストライダムじゃなくて。あー、忘れちゃった。もうど忘れしちゃった。ね、まあ、いや、あの子がいた時に、しか、あれだね。デスメッセージ出なかったね。どういうことなんでしょうかね。キャットナップとはどういう関係なのかって、まあ、さっきもね、気になったけど。ね、ちょ、どうなんでしょうかね。うん、これどうやって行くんだろうな。これ、どうやってあっちまで行くんだ？あー、なんだ下にあったのね、これ。なんだ、そういうことね。わからなくなるよ、本当に。あ、で、登っていく感じか。なるほどね。いや、マジでわかんなかった。危ないよ、このゲーム。危ないゲーム。それがポピープレイタイム。さあ、そして。え？すぐ登ってかなきゃいけない感じ？あ、そういうことか。なるほどね。わかりました。じゃあ、どんどん登っていきましょう、ここは。急ぎで行く必要があります。まだある？もうないよね。あ、もうないよね。もうあったらもう無理だもん。だってそれさすがに。あ、オッケーと。やっと来れた。あ、降りればいいんだね、普通に。オッケー、来たー。まあまあ、謎解きですね。これはどこに行くためのやつだ。あ、上もあるのね。難しげ。難しげです。あ、とりあえず、撃つ。で、これが、ん？とりあえずこれはもうここだけだよね、多分ね。オッケー。全くわけわからない方向を。で、でもあっち合ってんじゃない？ギリギリ。合ってないのかな？どこに向けるべきだ？そっちか。やっぱそっちかな？あ、やっぱそっちか。うん、まあ、ここでしょうね、おそらくは。で。はい。で、これを、そっちか。はい。はっ！で、これが最後。なるほど、じゃあ。はい。ここ、そして、これでいいのか。オッケー、じゃあ、やりましょうか。頼もう！来たー！オッケー。あー！ちょっと、え？なんで？ちょっと、ねえ、勝手に、行かないで、ちょっと。はい。こっから狙えってことか。狙えるか？狙える？あ、狙えるわ。狙える。オッケー。来た。グラパックの長さ必要ですね。これは確かに。うん。そうだわ。さあ、来ました。まだこれをね、この銃を使う機会はないのかな。まあ、なんか怪しい音聞こえ始めたぞ、なんか。なんですな、この地下施設。あった祭壇。キャットナップの祭壇。と思わしきもの。やば。おら破壊してやる！ダメか。あれ見れないのか？じっくり見たいんですけど、こっちとら。やっぱここにありましたね。まあ、ちょっと裏側見るみたいな時にじっくり見ましょう、あれは。キャットナップの祭壇は。骸骨王子いますね。はい。まあ、いっか。王子オブ骸骨。あ、こっちなんか行けそうな気配あるけど。行ったらやばいことになりそうだからやめときます。あ、ないよね。これジャンプ、パッド。ないね。オッケー。いやー、この銃を使う時がちょっと怖いわ。うん。はい！直接ね、攻撃できたらいいんだけどね。この銃で。やばい、どうしよう、あの女の子の名前マジで思い出せないよ。ナスティさんだっけどうしよう、思い出せ、忘れたくない記憶なのに。なんであんなにいっぱい名前言ってたのにさ、忘れちゃうんだろうね。全然実は好きじゃなかったのかな、心の底では。プレイハウス。え、プレイハウスに繋がってたの？え、今どこに入ってたんだっけっていうか。ああ！待って、ねえ。普通に来たよ。普通に来ちゃった、あの子たち。どうしよう、これ。ここで、スマイングクリッターズが襲ってくるわけだ。なるほどね。じゃあ、僕、ボビーベアハグ、君が大好きなの。
ほう、なぜ好きなんだ？マジかよ、こんなに好き好き言われたら気になってきちゃうじゃん。マジかよ。ずっと寂しかった。ちょっと重いな、ちょっと。無理。置いていったりしないで。無理だよ。僕ボビーベアハグ、君が大好きなの。ボビーベアハグなんかかわいそうだな、なんかちょっと。ちょっと待ってね、ここにもビデオあるんじゃない？どっかに。ほら、ビデオないか。あれ？え？ビデオないんですけど。まあ行くしかないか。まあいいか、全部後でしっかりと回収するってことにしましょう。見れなかった分はね。いやー、プレイハウスの中来たね。これね。ここは開くかな？開かないか。怖っ。あ、これは PV で見た場所だね。あー、ユニクラフティーコ、クラフティーコーンさん大丈夫？ねえ、あなた。え？え？ん？どうなってんのこの子ね。この子どうなってんのちょっと。おかしくなっちゃった。もしかしてこっち側の穴の中にこう行けたって感じか。この子ちょっとおかしくなっちゃって、誰か後で助けてあげてください。ここ行けない？行けないね。ずっとカシャ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 言っとるやん、ほら。なになに？あー、え、キャットナップじゃん、普通に。めっちゃ来る。次々と出てくんの？え、無限巻き？マジどうしよう。怖い怖い怖い。あ、全然無限巻きだわ、こいつら。相手にしてもダメなやつだわ。やばい、めっちゃ来る。やばい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 。クリッターズは、こういう感じで襲ってくるんですね。なるほどね。理解。こっちかな？どこに行けばいいの？怖え、なにこれ？無限街道？あ、なんか来たよ。でもなんか、なんだかんだ。うまいこと。ん？うまいこと来れてる？これね。ちょっと。いや、入り組んでんなぁ、マジで。なになに、ちょっとどこどこ、怖い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 。あー、来てる来てる来てる。こっち行けない？どっから来てる？あー、いるいるいる。お遊びは終わりだぞ。なになにこれ。あ、これ押して回るみたいなこと？押して回るってこと？あ、違う、これ押すんだ、こうやって。こういうことか。危ない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 。やばい、これ難しいぞ、このステージ。そういうことか。押して回らなきゃいけないんだね。何してんだ、おい。詰まりすぎだろ、お前ら、ちょっと。あ、みんな詰まっちゃった？みんなあそこ詰まっちゃったんじゃないこれ。かわいそう。ああ、なんかなんか来た。なんか来た来た来た。みんな来た、みんな来た。ねえ、そこ詰まってない？大丈夫みんな。ねえ、ここ詰まっちゃってるけどね。どっかにスイッチ、あれスイッチかな？あ、違うか。何個あるんだろうね。押さなきゃいけないスイッチはさ、それがわかんないんだよね。いけない。あ、これも押さないとだ。どうやって行くんだろう。こっちから行けるか。あ、こっちから行けそう、こっちから行けそう。オッケー、オッケー、オッケー。こっちからこうか。こんな感じで出てくるんですね、クリッターズは。ただ、あれは多分、クリッターズ、クリッターズなのかっていうのがちょっと疑問ではある。あ、ブーンって、ブーン？あ、でもどっちも電源通ったんじゃないの？これで。どうやって上に登るかなんだよなぁ。なんとか今度上に登って行かないといけないんだけど、じゃあ戻りましょうかね、じゃあ。どうやって行くんだろうなぁ。あ、普通にこっち行けばいいのか。あ、行けた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 。オッケーオッケーオッケー。はい！で、あっちが開く？どこが開く？ん？どうなってる？あ、なんか動いてる動いてる動いてる。なんか動いてるわ。あー、落ちちゃった。何が起こった？一旦戻りましょう。はい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 。ん？で、どうすんだ？これ何の意味がある？あ、普通にあれか。遠隔で押せばいいんだわ。グラパックで。そうするとあっちに行けるわけだ。はいはいはい。で、ここ。ほい！オッケー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 。あー、降りる降りる降りる。やばいやばい、どこどこどこ。あー、来てる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 。何やってんだお前たち。静かにしなさい、まったく。こらこらほら、あー、このこんなとこまで来て。やばいやばいやばい、電源切れ、電源ってか、こらー、ダメでしょ。どっち行けばいいんだろう。こっちかな。見えねえ見えねえ見えねえ。降りてんのか下ってんのか見えねえ。あー、何もない。じゃあ目がなんかおかしくなってきた。ちょっと長くやりすぎて。穴書いてある、ほら。here. Why you wanted here? わかんねえ。見えねえな。子供たちどこいた？子供たち。あ、いなくなっちゃったじゃん。いなくなっちゃった。ごそごそなんか言ってるな、でも。まあ、いっか。あんま無駄打ちしても仕方ねえし、こっちか。じゃあ、下っている螺旋階段だね。あ、なんか水の音聞こえる。
おー、プールだ。こんにちは。またなんかガサガサ言う音聞こえる。あ、これあれだ、ほら。書いてあったやつ。結局何だったんだ、これ。ユーザー、あ、これアヒルさんボートなのか。なるほどね。乗ればいいのかな。多分これ乗る場所があるんでしょうね、おそらく。この後。宝箱。無理か。降りるか。多分この先にこれに乗って走るみたいなステージなんでしょうね、おそらく。いやー、望むところですよ。これガサ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 音な、どっからすんだ、これ。クリッターズがどっか来てんのかな。まあ、いっか。よし、行きましょう。こんにちは。待って、ほら。これあれだ。PV だった祭壇っていうか、ほら。ろうそくの場所。多分そうだよね。牢屋だ、牢屋。ここで、ああ！コピーに言われて、助けに来たんだね。ええ、もちろんです、あなたは。ここはもう、出遅れだ。そうなの？ここはキャットナップの家。そうだよ。奴らの家。今まさに無数の目が見つめている。とても、お腹を、すかせている。ドッグデイさん、柔らかい体をゆっくりと引き裂いて少しずつ食べたいと思ってるんだ。やば、空っぽの心をたっぷり満たすためにね。どうして？化け物キャットナップ、プロトタイプを神のように崇め、ほうほうほう、このように異端者を懲らしめて、合ってましたね、うん、小さなおもちゃたちは死を恐れてキャットナップに従うんだ。なるほどね。そして餌をもらう。ああ、抵抗したさ。プロトタイプの支配に。ほう。僕はスマイリングクリッターズの生き残り。みんなどうしたの？みんな。君はここを抜け出して生き残るんだ。わかった。任せて。君とポピーならできるよ。ポピーちゃん。この地獄と苦しみを終わらせ。どうした？やめてくれ。なんだなんだ、おい、どうした？ああ、逃げろ。グロい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 。うわー、収穫の時期だ。なんで？体はまだ新鮮である。どういうこと？クリッターズはちっちゃいおもちゃたち、クリッターズとおもちゃたちは別、すべてのおもちゃを操ることができるみたいな感じなのかな。すべてのおもちゃを操るっていうか、すべてのおもちゃ、わからん。ちょっと考察の違いがありますね、これはね。ドッグデイはやっぱりね、ハウニムク、ポピーちゃんたちの勢力の一つだったんですね。でも、捕まってやられてしまったと。で、ちっちゃいおもちゃたちは、キャットナップに餌をもらう代わりに、キャットナップに従っているっていうわけですね。大変ですね。で、どっちに逃げればいい、これ。やめてくれ。こっちか。いいから、早く、行け。どっちに行けばいいの？どっちに行けばいいかだけ、すいません、お願いし。どっちに行けばいいかだけ教えてってば、それは。どっちに行けばいいかだけ。ああ、こっちか。こっちですか。はいはい、こっちですね。はいはいはい。ああ、やばいやばいやばい。ハギーハギーパターンだ。どっち？こっち？ああ、ドッグダン初期になった。ああ、来た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 。ああ、来てる来てる来てる。ねえ、待って、こ、ほら、おいでおいでおいで。おいでおいでおいで、怖くない。いや、お前何してんだ。お前らどっか行け、お前ら。おい、あー、やられた。うーん、なるほどね。前からもクリッターズが攻めてきますね。オッケーオッケー、任しといて。はい、まあとりあえずこっちです。来た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 、長い。オッケー、はい、行きます。ドッグデイはね、いっぱい見たのでもういいです。さあ、とりあえずどっちに向かうかなんですけど、あー、もう結構来てるね。早いわ、足早いわ。足ないからあれだわ、腕の力すごいわ。ほふく前進の世界選手権今ナンバーワンだわ。あ、こっちか、普通に。おら、どっか、どっか行け。ええ、あ、多分あれだわ、このチビたちが出てきてる方向行っちゃダメだわ、多分だけど。なんか詰まっちゃうんだよな。あ、いた、あ、なになに、どっちどっち、な、詰まっちゃう詰まっちゃう、やばい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 。早く早く、どっちどっち、こっちかな。よっしゃ、いった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 、オッケー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 。まだ来る、まだ来る、まだ来る、まだ来るの。あー、もう来ない、もう来ませんよ、やめてくださいよ。なに、え、なになになに、あー、来てない来てない。ちょっと音楽だけ先行すな。なんだなんだなんだ、待って待って待って、どこ行けばいい。あー、やばいやばい、助かった。
すんなり終わった。すんなり終わっちゃった。なんかもうちょっとじっくり見合わせたいんだけどね、いろいろ。あ、ドッグデイの看板。ドッグデイの命令。命令。行け行け、遠くまで。お。なんで突っ立ってんだ。け、え、なにこの、この声。ここにいちゃダメ、さっさと行けよ。この声誰の声だろうね。さっきのドッグデイを見てるかのようですよ。まったく。なんもないかな。オッケー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 。行きましょう。ドッグデイは味方だったか。やはり。操られて襲ってきましたね。オーリーさん、ちょっと。ね、大丈夫だ。大丈夫じゃないよ、本当に。今、翻訳やばかったよね。友達をなくすのは体の一部を失ってないといいけどって書いてあったよ。神殿は見つかった？神殿？あった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 。あのね、実はキャットナップがその狂ったのは大きな事故に巻き込まれたのがきっかけみたいなの。ほう。死ぬところだった。でもプロトタイプが彼を救ったと噂されてるんだ。ほうほうほう。自分の自由と引き換えに彼の命を。どんでだろうね。プロトタイプはスーパーヒーロー。全くコロマさんの考察当たってますね。プロトタイプを神様と見なし、逆らうものを皆殺しにしてる。当たってましたね、結構。僕らも殺されちゃう。あの神殿怖いと思った。あ、結構美しいと思いましたよ。見てるならこの先にもっともっと怖いものが待ってる。マジで？とにかくゴールは間近だよ。やった。新しい鍵を用意した。よし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 。次はカウンセラー室に向かってもらうからね。そういえばさっきのとこからあれだよね。十分な電力があるはず。あそこにあるジェネレーターを動かしてつなげれば準備完了さ。それとキャットナップに注意して。うん。物影や。あ、やばい、ついに明かりの中に奴は隠れてる。キャットナップとバトルかもしれない。獲物を観察する。ほう、猫だからな。持ってる武器を取り上げちゃうんだ。そんなやめてよ。相手を弱くして殺す。やだよ。あいつは彼の天才だからね。やだよ。注意して、また後で。オッケー、早く助けに来てよ、あなた。さっきの場所からのとこからはジェネレーター引っ張んなくていいのかな。ん、どういう状況今これ。未接続、学校未接続。何？ああ、鍵が来たのね。ビビる。音が怖いよ、いちいち。おもちゃ屋。てか、学校からも引っ張った方がいいってことかな。ん？オンライン。まあまあ、いっか、まあ。言われた通り進みましょう。あ、どこ行くんだっけ？忘れた。神殿？神殿に行けって言ってた。あ、違う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 。どこ行けって言ってたの？忘れちゃったね。ちゃんとして、本当に。電源引っ張んなくていいのかな？え？閉まっちゃった。え？なんで開いてた今。こっちはどうだ。おもちゃショップごちゃごちゃだな、なんか。普通には入れない感じか。なるほどね。神殿ってこれでいいのかな。まあ、これだろうね。神殿っぽいもんね。行きます、神殿の方。失礼しまーす。開いたー。行きましょう。VS キャットナップが始まりそうです。これカウンセラーズオフィスだから、まあカウンセラーズが過ごしていた場所なんでしょうね。まあそんなことよりさ、結構当たってたよね。キャットナップとプロトタイプの関係とか、プロトタイプがキャットナップを救ったとかね。まあつまり、セオドアがキャットナップだったってことですね。Your tool won't protect you。守らないだって、お前の大事な武器はお前守らないだろう。へへへ。残念だったな、みたいな。ふざけるな。あ、どうやって行くんだこれ。電源ないぞ。あ、どうやって行く？電源が、あ、ある。あ、あるね。はっ！はっ！あ、普通に行こうか。絶対ここで詰む人いるでしょ。え？ないじゃんっつって。コロンボさんがそうなりかけたように。またビデオテープあるけど、ビデオテープかな？これラジオ？どこにビデオがあるんだろう？全然見つけられないんだよね。絶対その部屋にあると思うんだけどさ。いかんせん見つからないんだよね。めっちゃ簡単なとこにある場合とそうじゃない場合があるんだよ。あ、ある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 。81819。なんか重要そうだな。あー、なるほど。第2ゲームトレーラーの時の映像だね、多分。エマージェンシーコードみたいな感じか。さっきの818なんとかみたいなやつは。そういうことかもしれませんね。ワークホースデンジャー。ほうほうほう。所持品は一切持たず、敵対勢力に近づかないこと。敵対勢力って誰だ？経路が使えない場合は誰のことだろうね。場所を探すこと。毛布やクッ
だから、まあ、プレイタイム社に対して敵になるってことだから、止めたい奴らかな、実験を。それはキャットラップとかでいいのかな？え？ボビーヘア、ベアハグって書いてあったよ、さっき。今すぐドアを開ける。え？全然開かないんですけど。おい、全然開かねえぞ。あ、電源がどっかにあんのか。あっちの電源を取るってことね。ボビーベアハグが襲ってくるってことかな。なんかそんな雰囲気ありましたね、今のビデオ見るとね。まだ使う時ある？この銃。どうだろう？あるか。いやー、見どころいっぱいあるね、正直言って、本当にたくさん。ね、裏側とか小ネタとか見るのすげえ楽しみだわ。あ、ほらほら、これね、見落としてたんだけど、見てほら、グレバーオフィス。グレバー。ステラグレバーの部屋があっちにあるんだよ、これ。すご。あ、ヘッドオブ、マリア・アスホー君。いや、まあ、カウンセラーたちの部屋ですね、全体的にすべて。ジョイ、怖。うわ、なんか超不気味な音楽流れ始めたわ。これなんだ？それぞれの部屋に意味はないかな。トゥーン&ゴーホーム。振り返って家に帰るだって。無理無理、そんなことできませんよ。今さら、あ、待って、文蔵？ああ！文蔵が今生きてたよ、今。うっそ！マジで？文蔵に会いたいよ！会えません。連れてかれました！あ、ここから現れ始めるってことかな、キャットナップが。まずは観察してるって言ったもんね。そうかもしれない。キャットナップのアタックが始まるかもしれない、こっから。あれ取り出せないね。もう電源があるってことかな。あれどこにある？あ、あれか。あそこ取るんだ。なるほどね。はい！トヨタ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 。よいしょ。いやー、キャットナップ、走れ。キャットナップバトル、ヘッドオブ、エドワードガーラ。エドワードガーラだって。あ、ブンズのおもちゃのやつ。ブギーボット。この人あれかな、パッケージ作りの担当だったみたいな感じなのかな。パッケージがいっぱい置いてあるね。そうだよね、置いてあるね。すごい。エドワードガーラ。開かない。あ？これ上か。あ、上だね。このパターン見落とすんだけど、すごい。まあ、今はもう慣れたから大丈夫だけどさ、こっちは？あー、何もないね。オッケーオッケー。じゃあ、こっちですね。大丈夫か？ん？はい！いやー、間違えた！ねえ、ちょっと、打つ手を間違っとるんだわ。そういうことか。はい！今度こそ間違いませんよ。これさ、変えながら打つのめっちゃかっこいいんだけど、いくよ。変えながら打つの、超かっこいい。見ててね。はい。ほら、ふぅ、みたいな。変えながら打つのめっちゃかっこいい。何回言うんだ。これは？この電源はどうやって入れるんですか？ん？ああ、上だ、上だ、上だ。まあ、行き場に迷ったらとりあえず、上。とりあえず上。で、これを、掴めないな。こうか。これは関係なさそうだな、まだ。行くよ。はい！よーよいしょっと、オッケー。そして、そして、ここは一回外すんだ。で、あ、掴めた、掴めた、オッケー、オッケー。で、こうやって、こうやって、こうやって、はい！登れる、オッケー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 。よいしょ、できましたー。パチン！おい、どうなってんだ？ちょっと、あ、取れちゃった、取れちゃった。おー、来た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 。で、これで何、どこが、あー、そっちがあれか、いけるようになったのね。オッケーオッケー。はい、はい、せい、さい、来たー、完璧です。完璧な流れ、オフィス。オフィスへのルートが行かれてんだろ。ここ誰のオフィス？名前書いてないね。やばい、あれにしとこ、これに。いつどこであの、化け物が、キャットナップさんが出てくるか分かんないから。化け物キャットナップ。入り組みすぎー。ここに来るまでが大変すぎるだろ、従業員さんよ。え、なに？あー、みたいな音したけど。あ、この、え、鍵が閉まってるって。まだいけないのか。誰誰誰？プレイケア！ステラグレバーのオフィスだ！やべえ！わ！やばい、ほら、ステラのビデオデビューやっぱピンクなんだ。やばい、ちょっと見たい、これは絶対に。どこにある？ステラのオフィスすごい色々あっていいな、なんか。ステラ偉い人だからな、正直言って。はい。何が流れる？あ、これあれじゃん。PV の中に貼ってあった顔の少年。どうぞこちらへ。さあおかけください。これステラの声かな。見学はいかがでした？その予想を超えました。ルートビッヒのスピーチを聞いて、個人にあれかな、養子引き取りに来たみたいな感じの親、あの夫婦かな。私から我が家のように感じました。入り口のドアを開けた瞬間に感じました。二度とここを出ることはない。
ステラやばいね。子供の頃に住んでいた家を思い出して心が…ステラやっぱりちょっと思想がやばいからな。それでジェレミーにもそういう家を？ジェレミー、はい、やっぱ養子だね、うん、素晴らしい。お二人ならきっとあの子の…おん？何か？どうしたどうしたどうした？その…何？とても複雑な事情があるようで。事情ってどういうこと？どんな事情なんです？何のこと？ステラどうした？わかりません。そのテスト中とだけ。あ、どういう意味です？どういう意味？どういう意味？グレイバーさん、ちゃんと説明してくれませんか？テスト中。ねえ、担当者でしょ？どうしてわからないの？どうして今になってそんなことを？ああ、私、すいません。何？ちょっと、どういうこと？テスト中、養子に一人に来たんだけど、何？なんか全員怪しいわ、あの夫婦もなんか。急に血相変えてテスト中って聞いただけで。ちょっとやめて。で、こっちじゃないわけ？あー、鍵がどっかにあるか。なるほどね。鍵か。ちょっと入り組んでてなー。こことかにかかってそうなもんだけどね。ないね。ここかな？あー、ここだわ！落ちてきた。むずすぎる。むずすぎるってそれは。困った時は上を向け。そういうことです。ポピープレイタイムっていうのは困った時に上を向かなきゃいけません。あ、待って、見書いてあるよ、ほら。Your time is learning short. 短くなってる時間が。Turn and go home. もう時間、家に帰れたって。やだよ。ねえ。あ、かわいいクラフティーコーン。お絵かき手伝ってくれる？え？いいよ。赤色お願い。はい。どうも。次は赤色をお願い。いいよ。赤が欲しいわ。赤？うん。外？うん、ないの？君が赤色を隠したでしょ。赤色？やばい、内臓取られちゃう。出せよ。めっちゃ怖いじゃん。こんな可愛い声かと思いきや、それはちょっとただのね、偽物だったということですね。あ、開いちゃうのね。こっち行こうか、じゃあとりあえず。やばい、ブロンのほら、パッケージ。かっこいい。かっこよくはないか。入れたりするの何なんだろうね。あんまり別に見れるとこないんだけどね、こう入れても。実はなんか隠されてんのかな？わからんな。ここは開かないと。うわぁ、びちゃびちゃ言ってる。また決め台詞。やめてよ。開かないね。シャワーちょっと浴びようかな。せっかくだし。ボロボロ。てかさ、さっきさ、ブンゾ動いてたの気になるよね。あっ、よしよしよし。まだ観察されてる系かな？キャットナップには。多分そうだね。なんかバチバチ言ってるけど。ん？あ、やばい、なになに？あー、マスクつけないと。いきなりガスをやめてって、それを何回も言ってるでしょ。やばい、見づらいぞこれ。だいぶどっかに電池がある。あー、そこから取るのね。取れた取れた取れた。やばい、超見づらいね、ガスマスク状態。やっぱり電源、あー、これで開くのかな。あー、開いた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 。ここもう大丈夫。ダメだダメだダメだダメ、全然ダメ。ちょまるでダメだ。またどっか電源取らなきゃいけないか。あ、ここは誰の部屋。グレックフィティース。キープロック、あ、ここにも電源があるじゃん。ここは？読めない。打つ場所間違った。電源だらけ。あー、ここにあるね。ここにこれがあるわ。あー、なるほど。オッケーオッケー。じゃあ、電源を入れていくか、じゃあ。はい。はい。間に合いません。あ、いけた？あ、いけた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 。いけたいけたいけた、オッケー。オッケー。また謎解きですね。そしたら、このパターンか。ピーピー、どこに当てるかなんだよね。戻します。あ、下ってきた。どこに、すごい長いな、これ。長い長い、これめちゃめちゃ長いぞ、これ。大変だな、これは。オッケー、やっていこう。さあ、行きましょう。キャットナップ来いよ。開いてる、よかったー。ジェネレーターの、これあれだね、プロジェクトプレイタイムであるやつだね。ん？あ、こっち行けばいいんだ。なんか書いてある。デッドバイザーオリジン。オリジナルによる死みたいな、そういう感じかな。あー、ガスマスク。マスクつけないと、マスク。あー、落ちた、落ちた。え？なんも見えない、なんも見えない。あー、怖っ。あー、ダメだ、ガスク必要、ガスク必要。どこに降りてるんですかー？あ？あ、ガスクいる。ガスク。マスクじゃなくてガスクになっちゃった。開かない。あ、ここ開く。普通に開くとこね、なんもないことよくあるね。なんか書いてあるよ。ザ・プロトタイプ・ハズ・セイバース・オール。あ、これついにさ、あの PV の場所じゃない？電源発見しました、隊長。さあ。うわぁ！
やばい、マスク取られた、いきなり。そんな、どうするどうするどうする、早くマスク、マスクつけて、マスク。え、負けイベ、どういうことね、どういうこと。なにこれ、やばい、君が戻ってくるような場所じゃない。なになになにこれ、なにこれ、なにこれ、やばい、チャプター1だ。何をしてるか分かってるの。ポピーが話しかけてきてるよ。どういうこと、怖い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 、何をさまよってるんだこれ。意識、精神世界か。何が起こったか分かる？知らないよ。これはプレイタイム、あのホームスイートホームですね。ここでついに明らかになるのかもしれません、主人公の謎。そしてプレイタイム上で何があったのか教えてくれ、全てを。私たちが誰か知ってる？先生もいるじゃん、先生。名前結局思い出せない。ジャスティンさん、ジャスティンさん、あなたたちは元は人間でしょ、知ってるんだよ。そのぐらいコロモさんはね、めちゃくちゃ学んできたので、ここまで来るまでに。終わらせる必要があるでしょう。あるね、確かに。このね、恐ろしい事実、すべて終わらせましょう。さまよってるね、だいぶ。最後には何を見せられるんだろう。ほう、ハギーギー、何？知らない。え、全然知らないよ、コロンボさん。どういうこと、始まった。すげえ、悲鳴が悲鳴がえげつない。あ、動ける。あ、やばい、プロトタイプ。え、どういうこと。もうわからないことばっかりですわ。チャプター1の世界でしたね、というか。あ、さもなくばこまでに行くぞ。キャットナップからの電話でした。はい、結構イケメンでしたね、声は。キャットナップさん結構なイケメンと見ましたよ、あの声は。で、行きましょう。警告でしたね、こっから離れろという。嫌です。なんかちょっと、あれ、なんか戻ってきた。普通に出ればいいのか。とりあえずここをクリアしたってことでいいのかな。あー、オッケー、クリアしたってことでいいんだわ。わかりやす、わかりづら。何かがおかしい。どうした、オーリー、おかしいぞ。カウンセラー室。あ、これか。大丈夫、キャットラップがものすごいなんか警告してきたよ。早く出てけ、この野郎って。勘弁してよ、ここまで来て帰れねえよ、さすがによ。コロバさんも手ぶらでは帰れないんですよ。ごめんなさいね、キャットラップさん。ありえないコードの伸ばし方してるけど大丈夫かな。ちょっと、無限に伸びてくれるのはありがたいけど、ちょっと、ありえない伸ばし方しちゃっててさ、コロンボさん。はい！劇場？え？また来たね、最後。あ、ポピーキーじゃない、これ最後。やばい！次どこ行けばいいの？え？どこ行けばちょっと、なんか電気光ってるし、こっちかもしれないな。カウンセラーズオフィス行ったでしょ？あ、違う。これは普通にリフトか。ねえし、帰り道。行きは良い良いってやつか。何あれ？え？え？あ、全部入れるってこと？電源を。よく気づいたな、コロンボさん。よく気づいたな、今の。絶対気づかないだろ、あれ。ちょっと。難しすぎるって。はい。十分なの？ああ、そうなの？そのでかいバッテリーをガス製造ゾーンに運んで、ここから一緒に脱出しようよ。オッケー。ケーブルカーのすぐそばに見えるあの扉だよ。どこ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 、ケーブルカーのすぐ
あれか、早く脱出したい。お腹空いたよ。もう夕ご飯には間に合いそうかな。でもギリ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 だけどね、本当にギリギリだけど夕ご飯には間に合いそう。夕ご飯に間に合うだけでこんなに嬉しいことないよ。オッケー。どうだろう、どのぐらいまだあるかな。どのぐらいなんだろう。でももうあれだ、逃げ出すみたいなこと言ってたから、あとは帰ればいいわけだよね。あ、これあれか。あ、メインルームまで来れたね。オッケー。これでどうする、電源は全部揃っているのかな。押せばいいかな。押しました。反応しません反応しないのどういうこと。ちょっと、あー、なんかめっちゃでかいバッテリー置いてあるなんで気づかなかった、置いてあったこれ、全く気づかなかったんだけどちょっと、あ、なるほどね、これを持っていけってことだったのね。それを先に言ってくれよ。こんなありえないでかいバッテリー見過ごすなんて、気が動転してました。じゃあこれを持ってあそこにぶち込めばいいわけですね。さあ、この電源入れます。オッケー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 、聞きますよ。はい。おー、なに、え、もう、はい、あー、え、なになに、ちょっとどうする、待って、やばいやばいやばい、待って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 、どうするの、ねえ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 、やだやだやだ、あ、うー、口がえげつないことになってたぞ。キャットナップどこに逃げればいいんだ。キャットナップなんかすごいこうなつかいまみみたいになっとるやん、かいまみみたいに。あ、ここからしかも大変だな。一旦ちょっと見よう、どこに行けばいいかだけ。これが開くんじゃないかな。スイッチ、あ、スイッチを押すのかな、どうだろう。でも他に行くとこある、あ、なるか、あっちとかもあるわけか、わかんない、どうだろう。まあ多分電源が通ってるってことはそうだよね、多分あっちに行くんだと思います。どうだろう、わかんない。はい、あー、来た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 、これ持っていかなくていい、これ持っていかなくていい、あ、持っていく持っていく、わかんない、わかんない、持っていく、一応もうわかんないけど、あ、持ってきます、一応。早く早く、あー、これか、うわー、めっちゃ不気味、ミノムシみたい。どっか行け、お前、どっか、お前、お前どっか行け、お前、ミノムシみたいな、みんな見た目して。これガスつけな、あ、なんかマスクつけられないんだけど、マスクつけられないんだけど、電源いる、これ、ね、電源いらなくないけど、ねえねえ、わかんない、ちょっとあ、なになになに、逃げれた、ガスク、あ、ガスクあ、電源なくなっちゃった。いらなかったみたい、やっぱり。マスクつけられないんだけど、大丈夫？これガス完全に充満してるけど、大丈夫っぽいな。おー、キャットナップが来る。準備をしろだって。どういうこと？何の準備すればいいの？ねえ。ねえ、いきなり準備しろとかやめて、ちょっと。はぁ？何？何？何？ちょっとわかんねえ。な、どういうこと？あ、入った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 。どういうことだ？あ、これはここに入れんのか。そういうことか。あ、オッケー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 。タイム？なになに？どういうこと？あ、これあれか！キャットナップが来るのを阻止しろってことか。そういうことだよね、多分。こっちから来てる、こっちと。ね、こっちから来てるんです！はい！あ、そういうことだ！なるほどね。こうやってキャットナップを封鎖すればいいんだ、封鎖。どっから来てる？どっから来てる？あー、あっち行った、あっち行った、あっち行った。今度こっちから来るつもり？こっちのガスはど、あ、あ、ふざけんな、おい。おい、どういうことですか、ちょっと。何が行く？はい。どう？これでどう？これでどう？ちょっと、わからん。あー、そっちから来てる。ね、何？どういうこと？ちょっと、ちょっと、いやー、難しい。最後の戦いは、タワーディフェンスですね。タワーディフェンスなんですよ、最後の戦いっていうのはね。ここのガスはここから出る。で、こっちは？あ、そこが出るのね。で、ここだけは、ここを開けて、こうやんないといけないのね。オッケーオッケー、任しといて。完璧です。次でカットナップを完封してみせましょう。コロンボさんのショーが始まります。キャットナップよ、お前は結局、コロンボさんに遊ばれるだけの存在なんだぞ！なんさ？さあ、どっから来る？そっから来るか？どっからでも来いよ、キャットナップさんよ！
うわこっちから来やがった。分かってんだよそれ、対処方法はな。さらばだキャットナップ。あーちょっとあっはっ、残念だったな。でこの時間までに頑張るってことね。どこ行ったどこ行ったどこ行った、あーそっちそっち、待って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 、いやーちょっとちょっとちょっと、あどこ行った、え消えた消えた消えた、バッテリーがなくなった。待って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 、ちょっと、ま、待って、どっから来るどっから来る、切り替えとこう。え、どっから来るの、そっちか。あ、待って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 、いやむずい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 、めっちゃ難しいこのゲーム。あ、君の火は本物と偽物をあらわにする。あいつにはそれを使った方がいい。ああ、なるほどね。銃も使わなきゃなんだわ。どれが本物かは見分けるためには、これを使う必要がある、これを。どのキャットナップが本物なんだ？あ、あれは本物っぽいぞ。あれは本物っぽいので、違う違う違う、もう難しい、もう難しい、もう難しい、早く早く、はい、オッケー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 、基本的には何にしとけばべきなんだこれ、これ銃にしとくか、銃にしとくべきかこれ。あー偽物偽物偽物、こっちが本物だ、こっちが。バッテリーが、ちょっと待って待って待って、はい、よし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 、バッテリー変えます、バッテリー、あ変えられない、こっち偽物だろどうせ、偽物じゃないんかい、やばいやばい、ちょっと待って、ねえ難しい、ちょっとどうしよう、どうだどうだどうだ、来い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 、来るな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 ってば、ラスト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 、ねえどっちどっちどっち、やめて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 、来ないで、あ何何何ある、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 どうなってんの、ちょっとちょっとちょっと、どういうことどういうこと、どういうこと、ちょ何すればいい、どうすればいい、これ何これ何これ、どうなってんの、ちょっとバチバチなってる、バチバチ待ってるけど、はい、オッケーオッケー、これでオッケーじゃない、これでどう、これでこれでもう終わりって、終わって、お願いマジで終わって、今の神様がくれたチャンスなのねえもう無理、本当に無理、勘弁してマジでお願い、マジで終わって、終わらない、これがこれがキャットナップの誘惑、はい、さらばだキャットナップ、どうだ、頼む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 、もう頼む、もう頼む、本当に頼む、もう無理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 無理無理無理だわ、じゃあお願い、もう終わってない、えこれ終わってない、ちょっと待って、えこれどういうことどういうこと、マジでこれ終わってんじゃないのこれ、え待って待って待って、これどういうこと、これさあ、え待って待って待って、ねえ終わってたじゃん今、無理、ラスト来たよ、今度こそ撃つよ、撃つ、ビリビリになったら撃つ、それがコロマさんの狙い、ビリビリになったら撃つあ、もうちょっともうちょっともうちょっと、ビリビリ来い、ビリビリ来い、ビリビリ来い、お願いお願い、来て、もう来て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 、お願い来て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 、来ない、あー来た来た来た、行くよ行くよ行くよ、早く早く、違う違う違う、早く早く、はい、よし撃つよ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 、よっしゃキャットナップ、え、なに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 、これさ、最後っす、やばい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 、え、やばい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 、プロトタイプが、ほらほら、このシーンはやばい、これは後でちょっと解説します、このシーンはやばいです皆さん。
ありがとうプロトタイプ。いや違う、おまあだと思いましたよ。はい、私は分かってましたよ、最初から分かってました。ビヨーン連れて行かれちゃった。あ、待って、手取られてる。あ、そういうことね。バチーンってなったんだ。手がなくなっちゃったけど、まだ続く感じだね。え、こっち行っても大丈夫？さっきのシーンあれだよね。セオドアがグラパックを使って感電したところを、まあ、プロトタイプが助けたと言われてるんですが、それをまた同じように繰り返したわけですね。キャットナップになったセオドアがまたグラパックで感染した、感電してしまったと。でも、2回目は助けなかったと。そういうことですね、多分。いやー、これはね、ストーリーがありますね。知っているからこそわかる。最後のあれでしたね。で、どこ行けばいいんですか？二度目はないぞって分け出す。はい。違いますか？どこ行けばいいのね？あ、あー、そっか、電源入れるってことね。電源が入りました。で、さっきのエレベーターかな？あ、押せるかも。あー、押せた。いやー、めっちゃ強かった。途中もこんなやつ勝てるか、ここにやろうと思ってたけど、慣れると結構楽しい戦いですよ、あれ。はい。結構ゲーム性はいいですね、そういう点では。楽しくなってくるっていうね。最初こそ難しいけど。ポピープレイタイムは死にゲーだったと、そういうことですね。暗くて何も見えないんです。あー、行っちゃった。倒したよー。なんだっけ、もう名前忘れちゃったもん。しばらく見てないからさ。オブリーだっけ忘れちゃった名前。え、こっち行けないんだけど。あ、もうこれじゃないってこと？あー、違う、こっちを押すのか。じゃあ、ついに？オッケー。時間、じゃあね、電源入ったわ。で、どうなる？ガスが、なくなるの。あ、なんかついた。オフライン。どういうこと？とりあえず工場に蔓延するガスが消えるってことかな。あ、ガスなくなってる。あー、電源ついた。おー、やりました皆さん。こっちに流れてる今度は。あ、よくわかんない。これはどういう？ノーシグナル。これ電源入れる場所あるけど。あれ、なんかもう一度押せたけど。え？なになになに？え？え？あれ？あ、あっち開いてるじゃん、よく見たら。なんかまた押せたけど、どういうこと？なんなの？わかんないよ、ちょっと。まあ、とりあえず行ってみようか。開いて、あ、ここってことか。ポピーちゃんどこ？しかもまた成功した。不可能なこと。やったよ俺は。信じてたわ。そうだよ、もっと信じてくれよ。そうそうそう。やった。何もかもが落ち着きつつあるわ。やったね、ポピーちゃん。でもここから先は、その、何ことを話さないと。え？声が近い。どこで話してる？同僚たちのために戻った。あ、そこにいたのね。何が起こったのか。知りたい。あ、最後のビデオここか。これが答えよ。マジで見せてくれんの？喜びの時間。アワーオブジョイだ。何が真実って何なの？ザ・ハワーオブジョイ。これ最後のスクリーンね、ビデオに映ってたやつですね。やばい、従業員たち。何があった？これでわかるのかな？あ、ハギーが動き出した。やばい。やっぱりこのあれなんだ。これがあの時の映像なんだ。映像というかその。これどこだろう。誰に襲われてる？見えない。あ、ちっちゃいミニハギーズかな。これ何？え、先生たちめっちゃいる。先生たち、あ、え、騎士がやっとるやん、普通に。やっとるよ、こいつ。あ、ボクシングもいる。で、これがキャットナップかな。
投げつけたね今人を。うわみんなやられてる、みんな死んじゃった、一網打尽にされたわ。そしてポピー、あーなるほどね一番衝撃的だったのはキシーがやってることですその一瞬一瞬を覚えてる、うん、ほう。それはずっと続いたの、苦しいほど長く、みんな隠れたり逃げたり、ほうほうほう、生き延びるためにね。悲鳴がまだ聞こえる、大変な苦痛を味わってますねこの人。慰めてあげよう。あれは一体何？あー、それが従業員たちの声なわけだ。あれはただの無差別な虐殺だった。ほう。みんな殺された、有罪も無罪も関係なく。誰の指示？やっぱプロトタイプなのかな。何も解決しない。それであいつら死体を絶対に見つからない地下に一人ずつ引きずっていったの。それで死体を食べたの。なるほどね、おもちゃたちが食べたんだ。あーなんでこいつも暴れてたやん。おいお前見てたぞ、お前おい見てたぞプロトタイプが指示したんすね、やっぱりあの襲撃自体を。でおもちゃたちの食料にしたんだ、全員を。ポンねえあなたやってましたよね、見てましたよ私。下に着いたらすぐにエレベーターを戻す。はーい、ちょっと待っててね。分かった。え、行けないわけ？どうぞ。かわいいね、騎士もおいでよ。もう許してやるよ。あなたの蛮行を許してあげるからさ、おいで。あ、乗らないと乗らないと乗らないと、ちょっと、押さないで押さないで、ちょっと。あ、また乗れないですよ。あ、こっちで、ね、失礼します。騎士下に着いたら、用心が必要よ。見えないよ。なになになに、一体何を、またえやばい、騎士が今行く、もう少しだから。騎士がなんかやられてるの？そんな早く早く早く、騎士終わった、やばすぎまたポピーちゃんが最後になって終わるじゃん。誰にやられたの？プロトタイプだろうね、多分ね。騎士は最後、まあ、フラグでしたよね。後で迎え行くからっていうのがすでに。やられちゃいましたね、普通に。かわいそうに。いやー、どうでしたか、皆さん。めっちゃ長かったけど、やりごたえが半端なかったね。相当謎が明らかになりましたね。ハワーオブジョイっていうのは、1995年のね、あの襲撃事件のことなんですね。で、最後に見たビデオは多分それのことですね。で、襲撃事件自体はやはりプロトタイプが指示して行ったものであったと。で、その事件のなぜ行われたかっていうのはわかんない。この辺をちょっとまた考察でやりましゅ。はい。いやー、やばかった。キャストどんな感じなんだろうね。あ、ジャパニーズチーム。おお。あー、ほーの、わかんない。ジャパニーズキャスト。アイさん。ゆうきさん、わかんない。ちょっと、みんな読んで、わかる人いる？知ってる人いる？知ってる人有名な俳優さん、声優さんいた？全然わかんなかった。プレイヤーへの献身。辛抱強く待ってくれた、皆さんお待たせしました。愛情とサポートに感謝。世界中のあらゆる方から。あー、見てます。だって、ありがとう。すでに、これがより大きく奇妙な冒険が待ち構えてる。制作を始めている。引き続き楽しんでください。やったー、続きが見れるぜ。さあ、ということで、ポピープレイタイムチャプター3やっていきました。最高。で、これからもね、ポピープレイタイムどんどん追っていきます。小ネタと隠し要素、あとは、監視カメラ、裏側、全部やりますので、楽しみに待っていてください。それでは、めちゃめちゃ良かったよと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。ココココロンボー！バイバイ。